抜点です宮廷大入試数学解説 1A2B ということで今日はですね九州大学2019年文系第3問の問題を扱っていきます。問題文はこちらですこちらの動画シリーズではなかなか普段の演習で身につかないような初めての問題にどう向き合うかっていう思考力の部分とあとは限られた時間内で解き切るための処理の工夫といったものを扱っていきます。 まだご自身でこちらの問題考えたことがない方はですね必ず実際に答案を書いてみてから解説の方に進んでみてください解くだけだったらですね割とさらっと問題集でもよく出てくるようなテーマなのかなと思うんですけれどもいろんな考え方を紹介したりですとか少し深く考えたいポイントがあるのでちょっと動画がですね長くなってしまうかもしれませんその点最初に謝らせてくださいではいつもの通りですね初めに 解説の大まかな流れ。あとは最後の答えをご紹介したいと思います。かっこ1です。点と平面の距離を求めようっていう問題ですね。考え方2つ紹介します。1つ目が垂線の足をですね。具体的に求めに行く方法、平面上にあるよ。っていう条件と。あとは平面と ph が垂直ですよ。っていう条件から h の座標を求めに行きます。直線と平面が垂直ですよ。っていう条件はですね。まあ、内積2つ。 ゼロになるってていいう式を考えていきますで解いていくとベクトル ph がですねこういうふうに p と q を使って表されますとですのでこのベクトル ph の長さを求めればそれが点 p とこの平面 abc の距離になりますそれがこちらですねこの正し書きの意味などは後で詳しく解説するときに話したいと思いますで考え方2つ目それが平面の方程式を使ってあげるっていう方法ですね、まあ、これは 高校の授業とかでもですね発展的な内容として取り上げられることが多いんですけれどもこういうタイプの問題だとこっちの方が早かったりします平面の方程式一般形で置いてあげてですね3点通る点が分かっているので代入して平面の方程式を求めますとでこれも発展的な事項にはなるんですが点と平面の距離の公式ですねこれ後でですね証明もしますでこれ実際に使ってあげると同じ答えがすぐに求まりますと これが1でカッコ2はまず四面体の体積を求めに行きますで体積を求めた後にこれが P と Q の式になるんですけれども P と Q がこういう円状にある時にですねこの体積の最大値最小値を求めようっていう問題です2変数 P と Q でややこしいなって思うんですけれどもこれを変数変換してシーーで表すと一気に楽になりますでこのもとで体積 V がですね こういうい θ と cosθ 使って表されるのでこれを合成を使って sin の1つの式にまとめてあげますとそうすると最大値最小値っていうのは 3+ ルート2と3マイナスルート2とすぐに求めることができますで最後に先ほども話した通り点と平面の距離の証明をやりたいと思いますではここから詳しく解説していきますので途中で全体像がわからなくなったりですとか後から復習で 見直してくださる時にはここだけ見ていただけると全体像が理解できるかなと思いますでは詳しい解説に入っていきたいと思います先ほども話した通り点と平面の距離っていうのは2つ垂線の足を直接出しちゃってですね2点間の距離を求めるっていう方法もう一つは平面の方程式出してあげて点と平面の距離の公式で求める方法、まあ、大きくこの2つがあるかなと 思いますでその中で細かく言うと平面の方程式を求める時に通る3点分かってたら、まあ、それを代入してあげる方法とあと外積を使う方法っていうのもこれはここ範囲を超えちゃうので個人的には知らなくてもいいのかなと思うんですがなのでここでは扱わないんですけれどもそういう方法がありますと。じゃあどの方法をどの問題で選べばいいのかっていうのは結構気になるところなんですけれどもまあその都度考えていくしかないかなと思います。 問題に特にですねなんか特殊性こっちの方が楽そうだなっていうポイントがあれば、まあ、そっちを選んでいくと通り一辺倒でこういう問題はこれで解くみたいなのじゃなくて問題の特性に応じてですね柔軟に考えていってもらえたらと思いますじゃあそれぞれ考え方紹介しますまず1番目推薦の足を座標で求めてあげるっていう方法ですねじゃあこの求める点 h っていうのがどういう点かっていうのを考えます その条件を立式していけば座標が出るよと。で今回は平面 abc 上にあるっていう条件とこの pH と平面 abc が垂直になるっていう条件で h が1つに決まりますよね。ですのでこの2つを立式していきます。まず1つ目平面 abc 上にあるっていう条件をどうやって数式に落とし込むかというとこれは共面条件ってよく呼ばれるものですけれども。 数 st を使ってベクトル ah っていうのがベクトル a b かける s 倍ベクトル a c かける t 倍で表されるこれによって平面 abc 上に h があるっていう条件と必要十分条件になってきますでここでベクトル ab とかベクトル ac とかって成分で計算できるんで代入したくなるんですけれどもその気持ちをグッとこらえてですね基本的に代入っていうのは最後に行ってあげた方が ミスが減ると個人的には思っているのでここではまあ我慢しておきますじゃあ2つ目の条件 pH っていうのが平面 abc と垂直ですよっていう条件これをどういうふうに立式していくかというのを考えていきますで直線と平面が垂直っていう条件はどういうふうに考えられるかっていうと平面上の平行でない2つの直線今回でいうと ab と ac を取ってきて その2つとそれぞれ垂直であればこれが必要十分ですっていうように考えていきます詳しくは両問演習の97問目でやっているのでぜひそちらもですね、えー、見てみてくださいじゃあ直線同士が垂直っていうのをどうやって考えていくかなんですけれどもこれベクトルで考えると考えやすいよともう慣れてる方も多いと思うんですけれども内積が0になると ここからは少し細かい話になるので分からない方はですね、まあ、ゆっくり考えてみていただけたらと思いますで何かっていうと ph と ab ph と ac が垂直ですっていう時に、まあ、それぞれのベクトルの内積が0ですよっていう式を立てたくなるんですけどこれは基本的に必要条件ですでなぜ必要条件かっていうのを少し考えてみてくださいで答えとしては内積が0っていうと 3つ可能性があって1つはベクトル PH の大きさが0もしくはベクトル AB の大きさが0もしくはナス角 θ としてその cos が0っていう3つの可能性があるんですけれども今回ベクトル AB っていうのは成分計算してみて、まあ、0ベクトルじゃないことがわかるんでこれは0にならないんですけどこのベクトル PH の大きさが0になっちゃうことがあるんですよね。でそうなってしまうと この下から上が成り立たなくなくっちゃうんですよねつまり P と H がくっついちゃってるんでそもそも垂直っていう概念がなくなってしまうとただ垂直であれば θ が90度になってくるんでここが0になって内積は確かに0になるとなのでこれ必要条件なんですねつまりベクトル PH が0ベクトルになってしまう可能性があるとなのでめちゃくちゃ細かく言うとこれ必要条件 なのでここから先は必要条件を考えていってることになります。っていうのを頭に置きつつ、まあ、ともかくこの2つの内積0っていう、まあ、2つの式の武器を手に入れたんでこれを一生懸命計算していきます。でベクトル AH っていうのはさっき平面上にあるっていう条件から S 倍のベクトル AB プラス T 倍のベクトル AC って置いたんでこれを使ってですね一生懸命計算をします。でここまでくると、まあ、成分を代入してですね S, S と T を求めに行きます。す連立方程式はこういうい感じですねで。今回 P と Q っていう、まあ、厄介者も,も入ってるんで何について解けばいいのか、まあ、少し迷うかもしれないんですが今回3つは S と T ですねこの連立方程式の解っていうのはこう S と T について解きたいとなので答えとしてはこちら S イコール4分の15マイナス P マイナス QT イコール6分の P プラス Q マイナス5これが 2つの内積が0っていう条件から出てきますと。これ代入するとベクトル AH が求まって、求めたかったベクトル PH っていうのも求まります。で、今回問題で求めるのは、このベクトル PH の長さですよね。ですので、2乗を考えてあげて、要は P と H の2点間の距離ですね。計算するとこちら、この絶対値忘れないように気をつけてください。つまり2乗したものを計算したときにこういう値が出るんですけど、 この中身がですねプラスかマイナスかわかんないと。でも長さ聞かれてるんで0以上に答えることになると。なのでこれ絶対値をつけて一括でまとめられます。で先ほど話した通りこれはまだ必要条件であってまだこのベクトル ph の長さが0になっちゃう可能性があるよと。ですのでこのベクトル ph が0じゃないっていう条件を考えてあげると十分性が担保されると。でこれは今求めていてルート2分の1 絶対 1P-9 プラスでしたよねなのでこれが0になる時ってどういう時だろうっていうとこの中身が0の時なのでこの中身が0じゃないっていうのがあればこれで十分性が保たれるんですね何の十分性だったかっていうとこのの変形の十分性ですね先ほど話し忘れてたかもしれないんですけど今回問題文でこの P っていうのは平面 ABC 上にないっていう 制約がくっついてるんですよねなのでこの pH っていうのはこう潰れてちゃダメでなのでこの同値性をですねちゃんと確認してあげないといけないとですので回答としては長さはこちらなんですけれどもこの中身は0じゃないよともし中身が0だったらベクトル pH っていうのが0ベクトルになっちゃって p が平面 abc 以上にあることになってしまうのでダメですとですのでこちらが答えになります では考え方2つ目ですね平面の方程式を使う考え方を紹介しますで自分の両問演習だと100問目の、まあ、ラストの問題ですけれどもこの括弧四で平面の方程式使う問題を扱っていますので、まあ、ここではですねさらっと進めていくことにするととりあえず平面の方程式をですね axbyczd=0 プラスプラスイコールと abcd 実数と置いておきますで通る3点分かってるんで 平面が決まるはずなんですよねで代入してあげるとこちらで文字4つに対して式が3つ、まあ、なので変数が1個余っちゃうんですけどその変数でまとめてあげると ABCD っていうのが 0B-BB となります人によっては B じゃなくて C とか D が残ってることもあると思うんですけどそれでも大丈夫ですで B っていうのは自分で勝手に決めてよくてですね例えば1としてみると平面 ABC の方程式はこちらになりますと 0代入しちゃうと意味がなくなっちゃうんで0以外の文字ですね代入してあげます。B に2とか代入しても 2y-2z プラス2イコール0になってこれ2で割ればこの方程式になるんで結局同じことになってきます。で点と平面の距離の公式使ってあげると点 P これ座標分かってますよね。平面の方程式分かったと。で公式使ってあげて距離がですねすぐに求めることができます。 これは点と直線の距離と一緒で平面の方程式の xyz の係数の2乗の和分の絶対値の平面の方程式の xyz に今回考えている平面にない点1点を代入したものなので点と直線の距離と全く同じ構造になってます証明は後でしますので 興味のある方はそちらまで見ていただけると勉強になるかなと思います。で、求められたんですが、まあ、問題文で P っていうのは平面上にないって与えられてるんで、まあ、さっきと同様にこの条件考えてあげると、これはつまり距離がゼロじゃないっていうことなので、それはこの中身がゼロじゃないっていう条件ですよと、わかります。で、補足で、ここでは申し訳ないんですけれども、扱わないんですが、3点を代入する他に、 外積を使うとです、ね、このベクトル AB とベクトル AC の外積を考えてあげるとそれがこの平面の法線ベクトルの一つになりますでそこからそれを XYZ の係数にして平面の方程式を求めることもできます気になる方は是非ググったりとか調べてみていただけるといいかなと思います、まあ、必ず知っておかないといけない知識ではないのでちょっとここでは省かせていただきます四面体 ABCP の体積の最大値を求めようっていう問題ですなのでまずこの四面体を出していきますそれを最大化最小化していくとで底面 ABC と見て、まあ、括弧1で P から平面 ABC までの距離を出したんで、まあ、その距離が高さとして見てあげると、まあ、底面積が ABC の面積ですよねでこれもすぐ計算ができてこちらですね、まあ、ベクトルによる三角形の面積公式 これも同質とか不安な方はぜひオけでいく確認してみてください、まあ、空間の問題だとですね成分表記みたいなものはないと平面だとこれをですね成分分かっている時は成分計算でもっと楽ができるこういう式がありますけれども空間の場合はこのベクトルのまま処理していきますこれ計算すると3ルート2と求まりますそうすると体積っていうのは底面積かける括弧1で求めた高さかける3分の1 で今回 P と Q に制約がついていて自由に何でも取れるわけではなくてこの円中心が97で半径1ですねこの円状を動くとこの時のこの体積つまりこの値ですねこの最大最小問題となってきますでカッコ1で条件くっついていて p ラ9 1っていうのが0だと問題文の趣旨と反するよとなのでこれチェックしてあげる必要があって まあこれを上動くって言ってるんですけど本当に全部動けるのかとで調べてみるとこれはですねちゃんと常に満たしていますでこれですね、まあ、なんでこれ満たしてるって言えるのかを考えてみてください、まあ、ここでは答えは言わないでおこうと思うんですが、まあ、ヒントとしてはこの n とあと p ラ9 1が0っていうのはこの水色のような直線を表すんですねでこれが共有点持ってないことを言えばいいと それは点と直線の距離を考えると結構簡単に示すことができます。なので括弧1で考えた条件っていうのは、まあ、特に今回考えなくていいよと。で括弧2のポイントはこちらです。P と Q っていう2変数で束縛条件があってこの2変数関数の最大最小問題なんですけれども2つも動いてややこしいとでいろんな考え方があって、まあ、例えば 私の動画の中でもちょいちょい出てますけどいわゆる逆造法と呼ばれるようなこの、まあ、今回考えてる値を k と置いてあげてそれとこの円のですね、まあ、図形的に共有点持つかどうかを調べてあげてこの k の最大最小を求めていくっていう、まあ、逆造法かつ図形を使ったような考え方前に線形計画法のところでやりましたけれどもそれで考えることもできますしでも今回はですね ももっととと。シンプルに2つも動くとややこしいとなので、これ変数変換で、これ円状動くときっていうのは、2変数を1変数に減らすことができます。で、どうやるかっていうと、この p-9 を cosθ、q-7 を sinθ と、逆でもいいですけど、考えてあげて、つまり p イコール9プラス cosθ、q イコール7プラス sinθ、sin θ, θ が0以上 2π 未満としてあげると、 この p と q っていう2変数だったものを θ ーーのみ1変数で表すことができるんですねでこれは是非、まあ、図でですね理解していただけたらと思いますこの元々の円の方程式で与えられた p と q ってどういう点換とどういう点の集まりになるかっていうとこの黒の円ですよねこの円上びっしりあるとで Q プラス cosθ と7プラス sinθ っていう点を考えてあげるとこれって これを P にこれを Q に代入してあげるとこの星の式をまず満たしますよねなのでこの点は必ず円周上にあるとすいませんこれちょっと書き方が正しくないかもしれないですけど円周上にあるよとであるし θ ーーが0以上 2π 未満でこの点ってこのグラフ上でどこを表してるか分かりますかシーターがのの時っていうのは、 ププララススここなんですよねここからスタートしてシーターが1周回るんでここぐるっと回るんですよねで 2π までとなのでスタート地点に戻ってくるでこれもびっしり表せますよねシーターが動くことによってなのでもともとの円の方程式で示されるこの p と q の点の集合っていうのとこのシーターを使って表されるこの点ですね 9プラスコサインシータ7プラスサインシータっていう点の集合シータこの範囲でっていうのが完全に同じなんですよね少し難しい言葉を使うと1対1に対応しているとつまりこの円状に乗ってるような pq が決まるとシータが一つに決まりますしシータ決めると pq が一つに決まるとなのでこういうふうにですねですので pq をこういうふうに表すことができると そうすると、今回求めたかったものっていうのが、θ 使って1変数でまとまるんですねで。こうなるとだいぶ考えやすいと。三角関数のいわゆる最大最小問題になります。で、まとめるとこちらで、これ中身 θ で一緒ですよね。の sin と c o s ンの和とか積っていうのは合成で一つにまとめられます。69問目でやってますよね。ですので、こちらに整理できると。で、ルート 2sin っていうのは、頑張ってもマイナスルート2以上をルート2以下なんで、 これ中身ずっとプラスなんですよねなので絶対取ってあげてこちらとなりますなので最後はここの値の範囲考えてあげればよくて θ マイナス4分の π の範囲はマイナス4分の π 以上4分の 7π 未満ここをスタートとしてぐるっと1周回りよとマイナス1以上1以下全ての値を取りうるとなのでこの v の最大値っていうのは3プラスルート2この sin がマイナスの1の時ですね でそういうふうな θ もあるよと。で最小値は3スルート2。これが1じゃなくてプラス1のときですね、サインが。で、これは θ4 分の倍でちゃんと θ あるよと。ですので、こちらが最大値最小値になります。では、長くなってて申し訳ないんですが、最後に点と平面の距離の公式の証明を軽く紹介したいと思います。点 P、X0、Y0。 Z と置いておきます平面 α を ax+by+cz+d=0 と一般的に置いておきますでこの2つの距離を考えるとでこの平面 α の方線ベクトルの1つは abc つまり xyz の係数を取ってきたものっていうのが方線ベクトルの1つになるとでここでは理由は省略しますが両問演習の100問目の括弧3でこれ証明しているのでぜひ確認してみてください で、その方線ベクトル ABC をベクトル N と置いておきます。イメージこういう感じですね。グラフのイメージがとても大事になるので、ここで整理しておくと、P という点があって、平面 α があって、引いた垂線の足を H とすると。この α の方線ベクトルの一つがベクトル N なんですけど、それは P 側に向いてるか、P と逆側に向いてるかわかんないとで。こういう状況で求めたいのはこの PH の長さ。 でこの平面 α 状の任意の点を large xxyz、ね、と置いておきます。さらにこの ph 水線と px のナス角を θ とします。この時 θ は0以上2分の π 以下つまり cosθ っていうのは0以上になるんですね。今回求めたいこれどうやって求めるかっていうとこれをですねベクトル px の大きさ ×cosθ というふうに捉えます。 つまりこの三角形に着目すするんですね。そうするとこの pH の長さっていうのは px の c o s ターですとでこの c o s ターの求め方を工夫しますそれがこちらでベクトル px とベクトル n のなす角として考えてあげるんですねでベクトル n がこの図で言うと下を向いてる時ベクトル pH の と同じ向向きを向いてる時ですねこの時はこの2つのナス角っていうのは0度から 90° 度になってくるんですけどベクトル n っていうのはどっち向いてるか分かんないんでこれ 90° 度から 180° 度の方になっちゃうこう開いてしまう可能性があるんですよね。なので、まあ、コサインシーターをこの2つの内積使って表すと、まあ、こういう風になるんですけどこのベクトル n っていうのはベクトル ph と平行ですからね。 まなのでコサインシータっていうのはこれで求められそうなんですけどここに絶対値がつくとつまりもしベクトル n っていうのがベクトル ph と逆向きだった場合っていうのはベクトル ph ベクトル n のナス角が90度を超えてしまう可能性があるとでこの時絶対値をつけることでこのナス角シータのコサインになるとここが少し難しいのでゆっくり考えていただけたらと思います で実はですねこれ整理するとここがキャンセルされてこちらですね矢印が抜けてますねでベクトル n の大きさっていうのは今回ベクトル n っていうのは abc だったので大きさはルート a2 乗プラス b2 乗プラス c2 乗で分子は x の座標 -p の座標が x-x0y-y0z-z0 これと n との内積なのでこういう風にかけるとでここに絶対値がついてるのがポイントですね でここで xyz つまりこの点 x っていうのは平面上にあるのでこれを満たすと。なのでこの ax+by+cz プラスっていうのがマイナス d になるのでマイナス ax0 マイナス by0 マイナス cz0 マイナス d の絶対値になっていると分子が。なのでこれ中身のプラスマイナス入れ替えても絶対ついてるんで値が一緒になってこちら。でこういう綺麗な形になると。 いうのがまあ楽な証明かなと思いますまあ絶対値がつく理由とか少しややこしいので考えてみていただけたらと思います少し長くなってしまいましたけれども、まあ、難しい大学だとよく出てくるテーマ、まあ、ある点から平面に垂線を下ろしたりとかっていう問題よく出てくるので復習しておいていただけたらと思いますでは今日もお疲れ様でしたありがとうございました